大分市。大分市は、九州東部にある、大分県の中部に位置する市である。大分県の県庁所在地で、中核市に指定されている。県内で2番目に人口が多い別府市を大きく、引き離し県下最大の人口を要する。人口は、九州で、福岡市、北九州市、熊本市、鹿児島市に次ぐ、第5位で、東九州では、鹿児島市に次ぐ、第2位。 大分県の沿海部のほぼ中央に位置する。県内の人口の約40%が集中する首位都市であり、人口約70万人の大分都市圏の中心でもある。現在の地域はかつて大分郡を呼び、北浜部軍、明治初期までは海部軍に属していた。古くは文後国の国府が置かれ、府内と呼ばれた。中世には 大友市の城下町として発展し、戦国時代には、キリシタン大名、大友義主家、僧林の庇護のもと、日本におけるキリスト教不教の中心地となり、南蛮文化が花開いた。高度経済成長期に、鉄工業、化学工業などの重化学工業の進出に伴い、工業都市として急成長し、近年では、電子工業の立地が進んでいる。 瀬戸内海の別府湾に面し、東部には南から大野川が、西部には西から大分川が流れ、瀬戸内海に注いでいる。大分川及び大野川が形成した三角州及び、中赤平野からなる大分平野と、その周りの丘陵とを抱え、中心市街は大分川の川口西側に位置する。別府市との境界付近にあって日本猿で知られる高崎山地区及び、 宝余海峡に浮かぶ高島地区は瀬戸内海国立公園に指定されている森林セラピー基地認定地域高速道路の大分自動車道及び東九州自動車道が地域をほぼ東西に貫通し一般国道の国道10号、国道210号等と接続している市内の郊外地域ではニュータウンやショッピングセンターなどの開発により 人口の増加が著しい。セット内海式機構に属し、年間を通じて、温暖、昭雨である。平均気温は、摂氏16.4度、降水量1644.6ミ、mm、リメートル、平年値。ただし、旧大分郡の津春町地域は、子だけ、餃子が、竹等の600から800メートル級の山々が、連なり、 内陸部への入り口に当たるため内陸性気候に属し、平地より気温が若干低くなる。古代には、現在の大分市周辺は、大分郡、大木田の郡と呼ばれ、現在の市の中心部からやや南に外れた大分川、下流沿い、現在の古国府に、文語国の国府が置かれたと推測されている。大分の名は、文語国風土器によれば、 慶光天皇がこの地を訪れた際に、広大なるかな、この軍は。よろしく、大多国大北の国と名付くべしと言って名付けたもので、大多が後に、大分と書かれるようになったとされる。実際には、大分平野は、さほど広大であるとは言えないため、今日では、慶光天皇の言葉は、 平野の広大さではなく、多くの田が並ぶ様子を描写したものと解されているが、いずれにしても大分平野に古くから田んぼが開けていたことを示すものと言える。鎌倉時代には、大友氏が文語国死後に任じられ、第三代当主、大友頼康、上女王元年、1222年昭和二年、1300年の第二、文語国に下校して土着した。年、 1333年には、文語国の守護職に任ぜられている。室町時代に入ると、第七代当主をおともしは、居城をわずかに北にずらして大分川川口付近に、館を構えた、現在の市の中心部の東側で、県特庁等にあたる。これが、現在の大分市に連なる城下町の始まりで、町の名を、府内といった。現在の大分市街地中心部に残る。 府内町という地名や、府内五番街という商店街はこの名残出る。戦国時代の府内は、最盛期には、九州の下半を主中に収めた第21代当主、大友義重、総林の下で、日本で初めての西洋式の病院が開設されるなど、南蛮文化を授業し栄えた。しかし、大友氏は、島津市党との構想に敗れて衰退し、 府内は1586年、天正14年の島津家久の侵攻、豊か殺菓子戦によって炎上し壊滅したとされる。近年、大分駅付近の連続立体交差事業及び、区画整理事業に伴い、大友氏屋方跡をはじめとする中世から、戦国時代にかけての府内の遺跡が発掘され、2001年、平成13年には、大友氏屋方跡として、国の跡に指定されている。 宗林の後を継いだ、大友義宗が、文禄の役での失態のために改役された後、文語国は裁分され、諸行に封じられた。1597年、慶長2年に府内を封じられた、福原忠高は、府内城、大分城の築城を開始し、1601年、慶長6年、関ヶ原の戦いの先行により、府内藩、大分藩の藩祖となった。 竹中重利によって、府内城は大規模な改修が行われ、1607年、慶長12年に、近世大名の居城としての規模となった。その城下町もまた重利によって整備され、後の繁栄のもととなった。江戸時代の府内は、1712年、聖徳2年の調査によると5591人の人口を要しており、文後最大級の城下町であった。 幕末時点では、現在の地域に、府内藩のほか、薄木藩、岡藩、延岡藩、熊本藩、幕府の領地が存在した。明治になると府内には、大分県の県庁が置かれ、1889年、明治22年の町村政志向により大分町となった。明治の大合併と呼ばれる市町村合併が進む中、1907年、 明治40年に三町村を編入。1911年、明治44年には市政を施行した。1920年、大正9年の人口は43,150人であった。全国の都市の中でも、大分市は高度経済成長期以降に急激に成長した都市の一つである。1950年代には、大分市の人口は10万人弱で、 宮崎市よりもわずかに少なく、九州、沖縄県を除くでは、佐賀市に次いで2番目に小さな県庁所在地であった。1960年代に入ると、工業振興による発展を図って、新産業都市指定を目指した。人口要件を満たすために1963年、昭和38年に、鶴崎市や大南町などとの大合併、新設に踏み切り、 1964年、昭和39年1月に新産業都市に指定されると、沿岸部に新日鉄などの大工場が進出した。それまでの日なびた、小都市から九州を代表する工業都市へと急速に開発が進み、大分市は新産との優等生と呼ばれた。人口も1960年代以降急激に増加し、1963年、 昭和三十八年の合併時には二十一万人であった、人口が九百七十年、昭和四十五年には二十六万人、九百八十年代には三十六万人、九百九十年代には四十万人を突破し、ほぼ倍増するという、著しい増加を見せた。周辺部の丘陵地帯には次々に大規模な住宅団地が造成され、城南団地、明野団地、 四季と団地などのニュータウンがスプロール化して連なる得意な郊外環境が誕生した。新産業都市としての発展に伴い、1970年代には、長崎や大英、日井、ジャスコ、西友など、関東、関西資本の大型スーパーが、だいぶ駅前に多数進出し、地場百貨店の時はなどとともに、九州では珍しい首都圏の郊外都市のような駅前型の、 繁華街が形成された。しかし、その後、商業のドーナツ化が進み郊外では、ショッピングモールが開発された一方、2009年までに、中心部の大型スーパーは、すべてが、業態転換、または撤退。中心部では、大分駅の高架化に伴い2015年、平成27年春にアミプラザ大分が、開業している。1997年。 平成9年4月1日には中核市に指定されている。平成の大合併では2005年平成17年1月1日、佐賀の関町及びの津春町が大分市に編入された。大分市の市内総生産は約1兆9000億円と大分県の総生産の46.8%を占めている。産業別に見ると 第二次産業の総生産が三三十一点パーセントと、日本全体、国内総生産での二二十六点パーセント、二千十五年に比べた回比率を占めている。産業別総生産、事業所数、産業人口、主要農産物生産量、畜産物生産数、九百六十四年、昭和三十九年に新産業都市の指定を受け、鉄鋼、化学、 石油陶器素素材産業が進出したことにより、大分臨海工業地帯を中核に、工業都市へと発展した。近年では、集積回路等の加工組み立て産業が進出すると、共に、物流団地の整備、地域輸入促進計画のもと、大分広大材コンテナターミナルが設置され、物流の拠点としても成長を続けている。2014年2014年、 平成26年の製造品出荷額等は約3.1兆円で全国の市町村で11位に位置する。また、メガソーラーの進出が進んでおり、2014年平成26年4月末時点の太陽光発電の発電容量10キロワット以上の太陽光発電設備の合計は13万288キロワットで全国の市町村で1位となっている。 製造品出荷額等、大分駅北側には、九州では、珍しい駅前型の繁華街が広がっており、大型店のほか、アーケード商店街のセントポルタ中央町及び、ガレリア竹町が位置している。近年、中心部の大型小売店舗が閉鎖する一方、郊外で、ショッピングモールが開発されている。銀行共同組織金融機関審判会社その他、金融。 銀行、新択銀行政策金融機関共同組織、金融機関、姉妹都市、友好都市、交流促進都市は以下の通り、県内人口占有率は2005年国勢調査で38.22%、2010年調査で39.62%、2012年2月1日付の大分県の人口推計で40%を突破するなど、 顕著に集積が進んでいる。国立公立、国立県立私立、私立。県立私立。国立公立私立、国公立大学私立大学。国立公,立公立公共職業能力開発施設社会教育施設。最寄りの空港は、大分空港、大分県国崎市。なお、1900年から1972年まで。 別府市との間に、市電、路面電車大分交通別台線、旧豊川終電機鉄道が運行していた。道路線は、九州地方では、初の路面電車である。その他の主要地方道及び、一般県道については、大分県の県道一覧参照。J3 リーグ以上のカテゴリーのクラブに在籍経験がある選手のみ記載する。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。